鈴鹿中等教育学校は、三重県鈴鹿市、小野町にある私立中等教育学校。本記事では校内に、平地の鈴鹿高等学校も記述する三重県北部を流れる鈴鹿川のそばに所在する。三重県内では一番新しくにできた中高一貫校である。鈴鹿中等教育学校は、完全中高一貫教育カリキュラムを組むため、2020年からは、 高校に相当する後期課程に外部から編入学することはできない。理系、文系とも多くの講座があり、下季冬季の補修なども恒例行事で夏休みや冬休みにも出向日が設けられている。全学年で朝の小テストがある。講座、学習指導は以下の通り。なお、鈴鹿中等教育学校完全移行前の2019年度まで、 鈴鹿高等学校の外部入学者の一部が鈴鹿中学校卒業生の進学先である鈴鹿高校の6年生コースに編入することが認められていた運動部分株運動部分株慶応義塾大学出版会論理コミュニケーション梅島牧さん中法12等朝戸鈴鹿高校テキスト編集委員会2020年8月16日閲覧共栄学園 三法人に分離鈴鹿公中や、鈴国大など文科省から認可。伊勢新聞。オリジナルの2015年7月7日。時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/2015-0707184223/https。 www.47news.jp スラッシュ l o c a l news スラッシュスラッシュ2014スラッシュ04スラッシュポスト20兆4 1 4 4 0四億111万3710 html ハット AB 河北直行自発的な学習を強化鈴鹿共栄学園図書館中核施設完成中日新聞 P 長官鈴鹿亀山番24鈴鹿中等、教育学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。